ケイ WCAKLJ ドボットエです。懐かしいやん、そのやつ。皆さん、プリンちゃんって知ってますか？シャーロットプリン。何て名字言い出したんか知ってますかね。え、なんでやってんで、最近ワロクに入って出てこへんから、みんな忘れちゃったんかな。あ、確かホールケーキアイランドのヒロインですもんね、実質ね。そう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 、まあ、ビッグマム家の35女でして。ビッグマム家って何ですか？シャーロット家じゃないですか？あ、シャーロット家の、はい、まあ、35女でして、はい、チョコ作りもうまいんで、まあ、チョコ作りもうまいんで、チョコレート大臣になるんちゃうんかとか言われてたりとかもするようなプリンちゃんなわけなんですけども、なってるんじゃなくて、謙虚な心をお持ちな素晴らしい女の子なわけなんですけども、なるほど。この子のですね、メモメモのみの能力者であり、三つ目族のハーフっていう能力を持ってるんですよね。能力っていうのは、まあ、種族なんですよ、うんうん、三つ目族っていうのは、はい、天津飯の太陽圏かな。クイズいいんすよ今そんな。そう、三つ目っていうのはいろんな漫画でパワーが秘められているって言われるんですよね。そうね、まあ、三つ目が通るとかね。そうそうそう、ありましたしね。で、まあ、第三の目を持っているその目を開眼することで何か能力を使えるんじゃないかっていうことが、まあ、巷で噂されまくっているんですよね。お母さんのビッグマンも結構期待してはるやん。マムもどうした、第三の目が真の開眼でもしたかいみたいな感じのことを言ってるんで、開眼したらなんか怒るんやろうなってこと言われるんや。これ大事なのはプリンちゃんって降ってきた天使なわけじゃなくて、ビッグマムとお父さんの元から生まれた子供なわけなんですよね。っていうことはこれお父さんがおるんですよ、三つ目族の。父親は純血の三つ目族っていう可能性が非常に高いと。まあそうだろうな。じゃあ今はまあ用済みとなってるんで、ローラのパパのようにどっか追い出されてるかもしらんねんけども、もしくはモンドールのコレクションの中におるとか、え、珍しい種族やからね、キノコ人みたいにおる可能性もあるんやけども、うん、今日はそんな三つ目族の秘密にちょっと迫っていこうと思います。何気に一瞬しか出てけえへんやんか。そうや、ミンク族とかって結構さ、フィーチャーされたりとかしてるけど、そうそうそう、三つ目族って意外と大事なんじゃねえのって思う。そうだって、一つの島のヒロインにもなったプリンちゃんなんで、絶対今後も重要になってくると思うんすよね、うん、しかもあの世界ってさ、巨人とか巨人は当たり前にいて、さらには和の国なんか角の生えた人間めちゃめちゃおるやんか。そう、角の生えた人間にはあまりリアクション取らずに、三つ目族っていうのは意外とその中でも今まで出てきそうだったのにそこしかいないんだよね。そう、ということで今回は、うん、プリンちゃんの三つ目について徹底考察。早速一つ目なんですけども、楽しみ、ポーネグリフの文字を読める。これはね、大谷翔平バレのね、直球ですよ。一番有力説って言われてます。ポーネグリフの読み書きができるっていうのは、うんうん、今のところ神月家がねできるっていうことが言われとるじゃないですか。一子相伝で受け継いでるんやでみたいな、うん、研究によって自力で古代文字を解読することに成功した我らがクローバー博士、小原全般やけどな。そうそう、まあ物資とかもね、あの読めるんで、その意思を受け継いでいるロビンちゃんですよね。これは小原の生ける意思っていうことですよ。もう一人はやっぱりね、万物の声を聞くことができたロジャー。これが、まあ、ポーネグリフの中身を大体分かったわみたいな人たちなんですよね。残念ながら今これだけなんですよ、判明してるのは。この三つ目が開眼すればポーネグリフを解読できるようになるんじゃないかっていうことが、まあ、言われてるんですけども、マムが第三の目、真の開眼でもしたのかいって言ったところがあるじゃないですか、はい、でその後に、私はハーフなのよ、本当にそんな力が目覚めの保証もないってプリンは返してるわけで、その時のプリンの口めっちゃ可愛くない？でもめちゃくちゃ可愛い、こうやってやるんだ。すごい可愛らしい感じなんですけども、実際ビッグマムはホールケーキアイランドの時に、うちにもやがて同じ力を手に入れる隠し玉がいるのさっていうことを言ってるんですよね。ということはポーネグリフを読み解く力が隠し玉を持ってるっていうことじゃないですか、うん、やがてってことは、まあ、どっかの時期があるってことじゃないですか。それがいつなのかっていうと、プリンが開眼する時なんじゃないかってことが言われてるんですよ、ね、なるほどな。それでちょっと伏線同士が絡み合っていって答えがなんとなく想像できますよ、ね、そうそうそう。10秒だけジャンプの話するんやけども、うん、これジャンプでもこれ今これをね裏付けるようなことが、まあ最近カイドウとビッグマムの会話で言われたりもしたんですよね、うん、どうやらやっぱ真実っぽいな。そうそうそう、ジャンプの話から戻ってくるわけないけども、これはミスリードやと思ってるんよ。え、ということで今日はこの三つ目族のさらなる可能性をちょっと追い求めていこうと思ってるんですよ。何何何、実際、まあ、このポーネグリフを読み解くっていうのはすごい重要な能力なんやけども、はいはい、あのロジャーですら全部は分からんかったんよ、うん、結局おでんがおったおかげで細かいことが分かったってこと言ってるじゃないですか、うん、実際レイリーもロジャーはあの文字を解読できたわけじゃないって言ってるんですよね、うん、っていうことはプリンちゃんもこれ読めるようになるっていうのはちゃうんちゃうんかな。石を読めるのは結局光月とか、まあ、ロビンちゃんしかできひんのちゃうんかなって思うんですよね。じゃあこの能力なんですけど、これ予想してきて魂を見ることができる能力の可能性があるんじゃないかっていう。
どういうことかっていうと、まあ、実際このワンピースの世界っていうのはまず、まあ、ソルソルの実ですよね、まあ、ビッグマムプリンちゃんのお母さんなわけですけども、はい、あいつはまあソウルをね、まあ、操れるわけなんですよ。そうあれ強いね能力はね。無機物を、まあ、生きてるかのようにね、そのことからもこの生きてるものの魂を抜き取るっていうことはできるっていうことが分かってて、うんうん、でさらに、まあ、あの世界はソウルっていう概念は結構定着してて、ビッグマム以外にも我らがブルック死者の魂っていう感じで、まあ、ソウルキングって言われてますし、うん、自由に使ってるじゃないですか、まあ、魂の状態で偵察行けたりするからな。そういうことはプリンちゃんがこれ開眼した時起こるのは、うん、死者の魂と会話できるんじゃないのかなって思うんですよ、ね。ビッグマムは聖者だけ、ブルックは自身の魂を操る能力でもソウルなんで他の魂にも影響を与えてるじゃないですか、うん、黄泉の世界にある魂を自由に呼び出せるようになるんちゃうかな。つまり高齢術、今風に言うと幸福の科学って感じですよね。大川隆法さんなんですけど、続いてのプリンちゃんの能力予想なんですけど、はい、未来を見ることができる。カタクリお兄ちゃんのやっぱ先輩特許みたいなのありますやん。これあの一族は実は未来を読むことに長けてる一族の可能性が。え、そうなん？そうなん？皆さんそもそも第三の目っていうのがどういったものかって言われてるか知ってますか？別名消化眼とも言われていて、消化眼、そう、神秘主義とかそういった中の概念であって、うん、三つ目っていうのはめちゃくちゃパワーを持ってるっていうのがそもそも言われてるんですね。営業の方とかはここは開けるような髪型にした方がいいですよとか。昔それ言ったな俺。そう、そういったことを。俺なんか昔それ言ってたぞ俺。そういったことを邪魔してもらっていいですか。まああとは精神集中とか、原子とか投資とか千里眼とか予知とかができることが多々言われてるんですよね。実際僕らの大好きな悠々白書の比叡さんも、邪眼っていうのは決して中二病の能力ではなく人探しのために使ってたってわけなんですよね。まあ自分の妹のユキナと比類石を探すために邪眼を開眼させたんだな。そう、千里眼的な能力なわけじゃないですか。そうだね。っていうことはプリンちゃんの目も開眼した時に未来の予想の世界を見ることができるんじゃないのかなっていうことを思うんですよね、うん、カタクリのようなちょっと先の未来というよりもマダムシャーリーよりも正確に未来を見ることができるようになるんじゃないのかなっていう。実際光月時という時々の実の能力者が出てきましたよね。はいはいはい。過去から未来に来るっていうことが、まあ、できる能力やったわけじゃないですか、うんうん、未来に行くっていうのはこのワンピースの中の能力としてあるので、うん、行けるなら見るだけもできるんちゃうんかなって思うんですよね、うんうん、今プリン以外の三つ目族っていうのは出てきてませんけど、三つ目族が仮にね強大な力を持ってるやったら未来を読むこととかで自分たちの危機を回避してきたんちゃうんかなって思うんですよ。なるほどなるほど。だからこそ繁栄し続けたんちゃうんかなって思うんですよね、うん、他の説なんですけども、はい、結構この説あると思ってて、悪魔を見ることができる、悪魔の実って皆さんありますよね、うん、悪魔が宿ってるんじゃないかってことが、まあ、言われてるんですよ、うん、まあ、実際サイファーポールの時にルッチとかジャブラとかが喋ってたんですよ。これなんて言ってたかっていうと、うん、バカ知らねえのか、能力者ってのはな、体の中に1匹悪魔を宿してるってことなんだっていう、だから2匹悪魔を宿すことはできひんから、うん、悪魔の実は2つ食べられへんねんでみたいなことを言うてるんやけども、懐かしい解説やな。そうだったね、確かね。1匹悪魔を実はみんな宿してるんですよね、うん、だからルフィやったらゴムの悪魔、エースがサバやったら火の悪魔をこうやって宿してるっていうことやと思うんですよ、うん、悪魔を宿してるんやったらその悪魔と対話とかをすることもできるんじゃないのかなって思うんですよね、うん、三つ目っていうとこういった言い方をする時もあるんですよ、うん、その名も邪眼。まあ冷えでいいだろ。冷えは別に関係ないんだけど、見るからに怪しい感じの文字を書いてるじゃないですか、うん、対話すると同時に従わせることができる能力ちゃうんかなっていう。プリンが？そう、まあ、実際動物とかを従わせるようなあのおたまちゃんとかがいたりもしますし、黒ひげとかも闇の実ですけども能力をまあ無効化してるわけじゃないですか、はいはい、完全に悪魔の実の能力を使えなくするみたいなことがあってもよくないですか。そう、だから相手の能力をゼロにするみたいな能力者なんちゃうんかなっていうことをそう思うんですよね、うん、これが邪眼の三つ目の力なんじゃないかっていう。ちょっとすごい説得力あるっていうかぶっ飛んでるけど楽しいな。ということで僕はプリンちゃんは三つのうちのどれかなんじゃないのかなってちょっと思ってるんですよね。僕はどれでもないですよ。そう、未来見るのは見聞色をぶちゃぶちゃ鍛えてるからこそのなんか価値があるなとは思ってるんだよね、うん、僕はあえて過去を見る能力が目覚めるんじゃないかなと思ってる。ポーネグリフを読むだけだったら、うん、とっくに会話で言っててもいいと思うんだよね。切り札みたいな感じでやってるやんか、はい、漫画とかさドラマでもたまに特殊刑事みたいなやつがその現場に行ったら過去のそのシーンを見れるみたいな描写がね、サイコメントのエイジとかもなんか読み取るみたいなね、そういう感じで過去にこれを作った時代のことを読み解いたりとか、過去にこの場所あったことを見るような力があったら切り札の一つになるなと思うんだけどね、はい、
過去見れるんやったらもうラフテル行かんでも世界の全て分かっちゃいません？でもラフテル行かなきゃ分かんないでしょ。ヒントには絶対なるはずなんで。あ、じゃあポーネグリフ見ても過去全部見れるわけじゃなくて書かれた記憶とかが分かるってことですね。そうそう、こっから妄察ないけど、ビッグマム自身もマザーカルメルのことがまだ好きなわけじゃん。どこに行っちゃったか分かんないわけでしょ。今巷の考察で自分の中に宿してる可能性もあったりする。確かに。マザーカルメルって今どこに行ったのってビッグマムが未だに思ってるんだったら、プリンちゃんがもしその見つめて開眼したらそこに戻って過去を見るかもしれないっていう描写がありえそうな気がする。カルメルを探したいと。そう、カルメルは自分が食べたんだっていうことに気づくシーンがあったら人間的に面白い展開なんじゃないかって思ってるんですよ。なるほど、ね、ビッグマムが、はいはい、うん、記憶を取り戻したライト君みたいになるってことですね。うわーみたいな時計だっていうのが楽しいなんですけど、走ってますかね。走ってます、時計立ってるの。ああ、そうですね。どこに転んでも絶対面白いことは間違いないし、まあ、そうですね。これは分かりやすい伏線として今後ね絶対謎が分かる一つなんで、そう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 、覚えておくといいと思いますね。はい、どれか当たったら嬉しいなと思ってますね。はい、皆さんはどれかまた別の案あったら教えてください。はい、まあ、やっぱりですね、僕としては目の能力っていうのはやっぱ封印されがちだなって思うんですよね。封印されがち。実際これ僕たちの好きな、まあ、幽遊白書のヒゲさん、こちら全身ジャガンだった時があるんですけども、この1回しか出なかったんですよね。それでは本日の動画面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。言いました最後の大事でしょ。何え、じゃあジラーチの話もします。何ジラーチ。ジラーチっていう千年に7日しかおじひんすげえ寝てるやつがいるんですよ。ポケモンやろ。あ、そうそう、うん、こいつも目が開くと願いを叶えてくれるんですよ。すごいパワフルな能力ですよ、ね、え、自分の目はいつ開くの。いや、開いとるか。開いとるかって何。黙ったね。ちょっと間違えちゃった。謎の鉛が入ったね。さよなら。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか。なんないでもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は声キーチャンネル。